はい、やみちゃん、やっていきましょう。今回は木曜日の FP ガチャですね。ちょっと最初のページ見た感じ、あれ、微妙だなって思っちゃったんですけど、お、レジェンド来てますね。ちょっと見てみましょう。ロマーリオっぽいのがいるな。全然違いました。ごめんなさい。デコと、あれ誰だ、今、フィーゴか。フィーゴとデニューソンですね。デニューソン確かレベル上げれば41まで上がる。すげえこねやすいマンになるけど、まあいらないかな。そんなもんですかね。まあ今回ここは、まあデコとか好きな人は引いていいと思いますけど、まあ正直いらないかなって感じです。でこっちですね、見ていきましょう。アグエロ来てますね。ハットトリックしましたからね。ベンウェデルも確かパリの試合で点取ったのかな。ペッセラは知りません。ブルーノ・フェルナンデスは前の FP よりは強くなってんのかな。マフレズも、2ゴール1アシストかなしてたんで出てますね。マタもそうですね、活躍してましたね。ドゥクレも、ドゥクレなんかしたんかな、わかんないわ。ホルネ、リオンやっと調子上がってきましたね。リネッティ、サンプドリアで頑張ってますね。あんまリネッティは知りません。テオエレノンデス、昨日のコパでも、コッパイタリアかでも決めてましたね。スピード95ありますね。ちょっと見ていきましょう。下から、今回は下からやっていきましょう。攻撃的サイドバックでレベル39まで上がりますね。あ、これ強いかもし、あ、これ強いわ。これ強いですね。184あって、逆足精度が1、後半も2、後半が2の選手。俺と一緒、すぐインフルエンザになる男、手を選ぶんです。そう覚えておきましょう。レベル上げれば強いでしょうね。後半2がどうでしょう。きついでしょうね。まあ、ライブアップデが B とか A だったら、まあ、絶好調になるか、普通になるかみたいなところなんで、多分39まで上がるから、フィジカルコンタクト89の、まあ、全部7上がるって考えれば、普通に強いでしょうね、これ。ドリブルもできるし、あー、これ強いっすね。これ普通に強いです。はい、次、リネッティ。レベル32まで上がりますね。まあ、よくある能力ですね。フィジカルもないし、ちょっときついかな。176。ワンタッチシュート、ワンタッチパス。きついでしょうね。テオレナンデス、ごめんなさい。見ましょう。うわ、めっちゃついてる。わ、草。サイドバックとは思えない。レアルソシエダ時代が一番輝いていたぞ。次、コルネ。レベル33まで上がりますね。スパサブ持ってますね。スパサブ持ってて、全能力。これ強いかもしれない。全能力6ぐらいですかね、33であれば。決定力89、オフェンスセンスも93、キック力87、フィジコン86、スピード瞬発97、ワンシュースルーパス、スパサブ。あ、これ強いな。これも当たりでしょうね。コルネも当たりでしょう。次、ドゥクレ。ドゥクレ、フィジカル88ありますね。ワンパ持ってるバックスピンロブ。全能力の6上がってる感じですかね。オフェンスセンスのみ6上がってんのかな。決定力も6上がってますね。これも結構強そうだけど、まあ、ビエラとかと比べると、ちょっときついかなって感じはしますね。今週 A なんで当たったら使っていきましょう。次、また。またちっちゃいからね、均一だとメッシみたいな感じですね。メッシみたいな、能力してますね。まあ、メッシよりは、メッシに比べちゃうとなみたいなところあるんで、まあ好きな人がいたら、使っていきましょう。個人的にはバレンシア時代が一番輝いてたかなと思います。マフレズ、はい、レベル23まで上がります。全能力5、オフェンスセンスのみ5で、他が2で、フライパスと決定力も5上がってますね。他は2上がってる感じですね。フィジカルないんでちょっときついかな、ちょっときついかな。FP にしてはちょっときついでしょう。ブルーノ・フェルナンデス、前出たんでそんな変わんないでしょう。全能力3上がってって、決定力は6上がってますね。ここ大幅強化ですね。そんなもんかなって感じですね。ペッセーラ、誰ですか誰ですかこれは。知りませんけど、すごい強いですね。全能力3上がってて、ディフェンスセンスが6上がってる感じですね。22なんで全能力4ぐらい上がるのかな。まあ、今回 A だと思うんで、まあ、普通に当たったら使っていいでしょうってぐらいですね。まあ、ちょっとレベル上げるのめんどくさいかなって感じですね。まあ、使えたら使いましょうって感じですね。ベイメデル、確かスパサブ持ってますよね。そうなんですよね。レベル20まで上がって、全能力7と4上がってんのかな。オフェンスセンス、ボールコントロール、決定力が7上がってて、他の能力が4上がってて、ダブルタッチも持ってて、スパサブ持ってると、まあ使いやすそうですけど、
まあちょっと他の選手に比べたら落ちるかな。まあ使ってみる価値はあるかもしれないですね。ラインブレーカーですね。まあちょっとラインブレーカーにしてはスピードが足りないかなって感じです。ハンダノビッチ、守備的ゴールキーパーですね。全能力3上がってて、キャッチングが6上がってる感じですかね。まあ普通に身長も193あるし、普通に強いでしょうね。守備的ゴールキーパー、僕最近ライン高いんで攻撃的じゃないときついなって感じてるんで、守備的ゴールキーパーの方が好きっていう人はハンダノビッチ使っていいでしょうね。後半もまあ6なんで大丈夫でしょう。次、今回の目玉はアグエロさんですね。アグエロさんでもね、僕マンチェスターシティの FP で持ってるんですよね。かつ、ちょっとそんな能力が変わってない感じですかね。ちょっと見ていきましょう。全能力2上がっ1かな1上がってて、オフェンスセンスとオフェンスセンスだけかな、オフェンスセンスとボールキープが4上がってて、他の能力が1上がってる感じですね。なんかロナウドハットトリックしたし、全能力2上がって、オフェンスセンスよ、全能力2上がっても良かったんじゃないかなって思いますけどね。ちょっとこの能力じゃ使いづらいんじゃないかなって感じはしますね。オフェンスセンス99なんで、まあ、いい動き出しに期待しましょうって感じですね。ただちょっとスピードが足りないかなって感じですね。今回は僕の狙いはテオエルなんです。コルネ、ドゥクレ、ペッセラですかね。アグエラちょっと持ってるんでいらないかな。まあレベル上げれるんだったらよしって感じですね。ちょっと長くなりましたが引いていきましょう。一番欲しいのは、ペッセーラ、誰だろうな。コルネとかは結構ポジトレつけたら強いんじゃないかなって感じで、コルネが一番の欲しいですかね。今週のスパサブ4位としてコルネが欲しいです。フランス来い。いやイングランドか、またかな、これだと。あ、ドゥクレか。ドゥクレはまあ悪くはないでしょう。後半も今回ずっと A なんで、ドゥクレは全然当たりでしょう。やったね。悪くはないですね。こいつハードプレスかな。あ、ボックスでボックスか。いいね。ボックスでボックスの選手なかなかいないんで、いいかもしれないですね。ちょっとそこ言うの忘れてましたね。次。あとは、コルネかな。コルネが欲しいですかね。来るかな。またイングランド、またかな。アグエロかな。アグエロですね。まあ良きでしょう。守ってるから、あっちの FP の方をちょっとレベル上げていきましょう。今週全然使ってもいいかもしれないです。次、最後コルネが欲しいな。スパサブ的にコルネ、マルシャルも今週 B かな。なかったら別にコルネもいいかな。まあ一応コルネかペッセーラかテオルナンデスが来れば当たりでしょう。フランス来た。コルネが来たかな、これは。もしかして右足なんでベインベデルですかね。まあ悪くはない。今回割と当たりですね。引きはめちゃくちゃ良かったですけど、ちょっと使うにはきついかなって感じですね。悔しいな。ちょっとドゥクレのレベルを上げていきましょうか。あとアグエロ、元々のこっちかな。アグエロだから、こっちとどう変わるんだろうな。そんな変わんない気がするんだ。むしろこっちの方が強いんじゃないかなってことで、こっちのレベルを上げていきましょう。ハットトリックしたからな、なんかな、よくわかんないね。アグエロなんで、ここかな。アグエロは、いましたね。ちょっと、こっちの方が選手カードかっこいいけど、こっちをレベルトレーナーにしてきます。もったいないなぁ。なんか、全能力2上がっていい気がするんだけどな。ロナウドみたいに全能力2上がってんだから。ちょっと優遇されすぎじゃない？ロナウドさん、メッシさん。はい、爆発しろ。寂しい。悲しいなぁ。まあ全然使える能力ではありますね。ちょっと今週使って、ちょっとは使っていこうかなと思います。あとはドゥクレがちょっと強そうなんで、ボックスなんで、トレードで、金玉トレードでドゥクレを持っていきたいと思います。マウコンいいかな。これでワトフォードにすれば大丈夫かな。ワトフォードなんで、あった。これでドゥクレが、いた。まあ、2体ぐらいトレードにしてレベル上げていきましょう。2体ぐらいやれば、まあ、最悪10レベルぐらいまでいくと思うんで。
で、こうかな。よいしょ。いや、ちょっとドゥクレ楽しみだな。思った以上に使いやすい可能性はあるんで、もう一回トレードかな。いや、今回ちょっと塩な、ちょっと微妙な感じだね、正直言うと。ちょっといらない。イアゴファルケかな。イアゴファルケをドゥクレにしていきましょう。なんかね、ちょっと強い選手が いっぱいいるから、その中で使うとどうなのかなって感じはしますけど、今週だけ限定みたいになるのはもったいないんですけど、まあ、これはずっと使える可能性も、ボックス2ボックスの選手っていないんですよね。例えばカンテとかもそうだし、バリオスとかもそうだし、ゾブニンとか、あの辺の強い選手って全員ハードプレスなんで、ボックス2ボックスで強い選手ってアランとかかな、アランとかしかいないんで、全然ありでしょうね。今週お供になりそうです、ドゥクレさん。ちょっとリバプールの噂もあったんだよね、ドゥクレって。まあちょっと今じゃちょっと伸び悩んじゃってるかなって感じはしますけど、ドゥクレ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 、いた、はいはい、爆発してほしいな、来い、はい。あー、まあまあまあ、3万だったら全然いいでしょう。これレベル20ぐらいまで上がるかな。20まではいかないかな、ギリ18、19か。あー、能力だけ見ると結構いい能力してますね。あと10ぐらい上がるって考えれば、まあまあ全然ありでしょう。今回のあれでしょう、スカットに組み込まれる可能性は十分ありますね。結局クロップでやっていこうかなって感じです。ちょっと俺前回負けちゃって、今勝率も 88.9 になっちゃったんですよね。まあちょっともう、まあ仕方ないかなって感じですね。 90% 目指すにはこっから20連勝ぐらい、30連勝ぐらいとしないといけないんで、ちょっときついですね。ちょっと今週考えていきましょう。ネイマール A、 アグエロ A なんで、アグエロちょっと欲しいな。アグエロとネイマールもちょっとどっかで使いたいなってなると、クロップだとあれかな、ポジトレつける感じですかね。ポジトレつけてここで使ったりですかね。あ、マルシャル、マルシャル C なの？ちょっと待って、マルシャルって点決めてなかったっけ？どういう基準なの？ちょっと待って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 、マルシャルって土日とかの、あれって金曜とかでしたっけ、試合。あれ月曜だっけ、あの試合、ユナイテッドの試合って。ユナイテッド、土曜の試合じゃん、マルシャル点決めてんじゃん。どういうことなの、よくわかんないな。ラッシュフォード俺使いづらいってずっと言ってたんですけど、今週 A だし、俺ダブルタッチもつけたんで、普通にラッシュフォードは使いましょう。あと誰がいるかな、今週だと。あ、リシャルリソン A なんだ。リシャルリソンの FP とか来ればいいんだけどな。いつ来るんだろうな。まあ全然使っていいでしょう。リシャルリソンここかな。ネイマールもちょっと使う。あ、ネイマール入れたっけ。わー、結構いいメンツ揃ってんな、今週。ボランチ、あ、センターバックがなかなかいないっすね、今週。今週センターバックだと、ポジション別で相当していきましょう。センターバック、誰かいる？うわ、全員 C なんだけど。うわ、ルーベン・ディアス持ってる人とか、パパ持ってる人が勝ち組って感じなのかな。うわ、きつ、ディフェンスライン。マジか。サイドバックはワンビサカは、C なの、失点ゼロなのに。マジ難しいな、今週。ちょっとドゥクレは使っていきたいっすね。ドゥクレがここに入るかな。普通にセンターハーフ使おうかな。あ、今週なかなか勝率上げるには難しいというか、難しいっすね。キーパーは C リーグかな。あ、ドンナルンマ B ならドンナルンマでいいっすね。お、珍しくサムカスツジェホさんじゃん。スパサブなんすよね、こいつ。結構能力高いんですよね。微妙だな。まあ入れない、入れられないかな。あ、マトゥイディも B なんだ。マトゥイディとドゥクレどうなんだろう、比べると。守備能力とスタミナはあるけど、フィジカルが全然違うね。ドリブルとかも全然ドゥクレの方ができる感じかな。そうだね、ドゥクレのがこれだと強そうだね。フィジカルあって184だし、ドゥクレでいいかな。
あ、ラウタロも B なんだね今週。なるほどね。いや今週渋いな。ディフェンスラインがもう全員 C でやっていくしかないのかなこれだと。あ、デブちゃん B じゃん、最高。デブちゃん B は最高だね。こうかな、こうだね。これでアンカービエラが、アクーニャがちょっといらないかな。ちょっとディフェンスラインがきつすぎるな。シュクルニアルが個人的に一番強いんで、シュクルニアルを入れてあげて、うわーこれきついな。ちょっと長くなっちゃってるけど、まあいっか。ここ、こうで右サイドバック置きたいっすね。バリオスかな、バリオス右サイドバックがこうかな。こうなるとこうなってくるかな。今週はちょっとディフェンスラインがきつすぎるな。センバ2人入れるぐらいまであるかもしれないな。あ、デヘアも B なんだ。デヘアとドンナルンマどうなんだろう。あ、デヘアのがまあ193だからな、ドンちゃんでいいかな。守備がもしこの2人がやる気なくなった場合はシュクルニアルがいて、まあ、後半8だっけ7だっけ。そうだね、ファンダイク8だからまあ大丈夫ってことで、右サイドバックがちょっとロバートソンのとこがちょっと悲しいな。右サイドバックできる、カンテってできないよな。どうしようかな、難しいね今週。右サイドバックできるような選手が、あー難しいな。ルーベン・ディアスは、まあ左サイドバックなんだ。トマ・ムニエ B なんだ。トマ・ムニエ育てるのありかもな。あ、トマ・ムニエね、トマ・ムニエ強いんですよね個人的に。サイドバックを上げたいんですよね。ラインブレーカー2人か、ちょっときついかもな。それ考えるとアグエロかラッシュでこうかな。うん、こうなってくるかもな。タイプ的に似通っちゃうんで、サラーがいらないかな。ロバートソンもいらないな。右サイドバックとリンデルフかな。こういう時困った時に右サイドバックもできて、センバもできるような選手が欲しいんで、ラモスちょっと重いんですよね。ってなるとリンデルフかな。リンデルフがこうかな。でこれここでセンターバックと右サイドバックここでやって、ボランチがビエラの代わりがいないですね。ビエラが調子悪い時に使う選手がいないってなると、ビエラの代わりができるのはベッケンかな。センバもできるしってなるとこうかな。こうなっちゃうか、こうなってくるな。ちょっと前線が多いな、前線が多すぎるな。前線が多すぎるっつっても問題ないかな。ズクレの顔めっちゃ面白いねこれ見るとめちゃめちゃ面白いやん。スタメンシクリーンやろな、こうやな。で後半考えるとラモスがここに入ってくるかな、こうかな。そうだね、 ST ロナウドでちょっと使ってこうかな、こうかな。うん、これが一番、あ、ルカク B だったっけ、ルカクが B だったような。あ、ルカク B か。メッシちょっと今週お休みかな。ちょっとこれでやってこうかな今週は。ラッシュのレベルもちょっと上げていこうかな。うん、今週はうん、これでやってこうかな。スパサブが一人しかいないから、ここスパサブにしようかな。モラタかマルシャルかだけど、マルシャルにしようかな。よし、これでやっていきましょうか今週は。ちょっと調子悪くなっちゃってますけど、まあちょっとやっまあ勝率上げて、まあちょっと早く2000に、あと50かな、ちょうど50なんで早く50行きたいですね。ってことで今回は、まあスカットキメット FP ガチャということでした。ちょっと渋いガチャだけど、結構ねドゥクレとかコルネとか、まあアグエロ持ってない人はアグエロもそうだし、結構バケモン級じゃないけど、まあSS 級じゃないけど S 級がいるようなガチャでしたね。ってことで今回はここで失礼します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。